俺お前がさ、ツイッターのサバからタコパしたいみたいなさ、言ってたやん、あれを見て俺はたこ焼き器を買いました。はい、コナンのこと好き。はい、今晩炊けそう。いや、なんかお前のあのツイート見てたこ焼きめっちゃ食いたくなって。でしょ。そう、なんかやろうと思ったけど、ちょっと海鮮買っちゃったのそれってさ。まあ俺以外でたこ焼き食うなよ。なんでだよ、いいだろ別に。しかも食ったことね、お前にさしては。あります。3年前の大晦日みんなでタコパしました。ガスについて。はい、しました。すごいね、そういうのちゃんと覚えてるんだ。当たり前。覚えてないのは、昨日見に行ったコナンの映画のみ。開始早々寝たやつ。開始早々コナン君に麻酔銃撃たれて、麻酔針撃たれて眠った。眠りの10キロ。もう起きたら次元解決してる。起きた時に終わったってことでしょ。そう、何が起きたか分かんない。本当に次元解決みたいな。じゃあどんな会話したん、終わった瞬間。何が分かんないわけや。マジで何だった。しかもなんかプレミアムラグジュアリーシートみたいな、めっちゃリクライニングのさ、こうやって背もたれも倒せるやん、で足も伸ばせてさ、もうこんなんあったの。それが良くないんだよ。だってコナンもペアシートで映画見に行ったんだよ、この間ね。うん、誰と。友達。男。うん。え、男と、ペアシートで、うん、好きな人の、うん、でいいって言っときは、もう次行ける。次の人いるの。もういいから、そこはどうでもいいんだけど。まあ、意味…はぁ、話聞かないんだから。なんで嫉妬してんの。